どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、セカオワのサイレント。この曲はドラマの主題歌にもなっているということで、最新シングルです。しかもクリスマスソング。皆さん、このウクレレで思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした超シンプル簡単バージョンなんですけど、これ歌がめちゃくちゃ難しいというか、かっこいいというかですね、このメロディーと言葉のタイミング、ここはですね、よっぽど聞き込んでいかないと歌えないんでね、そこはじっくりやりましょう。はい。で、後半はさらにそこにリズムが加わったかっこいいバージョン、相当濃厚になっております。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽って聞くよりね、やる方がもう断然楽しいんですよ。ぜひ始めましょう。とは言っても私、音楽無理なんです。楽器触ったことないけどいいなという方多いんですけど、安心してください。今ご覧になってくださってるガズレレ YouTube チャンネルですがですね、そのような皆さんがどんどんウクレレで弾き語りができるプログラムがあって、もう全世界中の方がもう何万人もこのガズレレで音楽始めると皆さんもできますから、始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけ。はい、音楽始めましょう。じゃあこっちですよ。いってらっしゃい、クリック。はい、いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしてるレッスン動画がすでに1400曲以上もすでにアップロードされております。皆さん、これから音楽を聴くからやるに変えていこう。それでは早速やっていきましょう。セカオワのサイレント、まずは初心者さん向けゆっくりシンプル簡単バージョンやってみます。純白の雪が降る街から音が全て奪われていた。こんなにしつかったと閉じ込めた言葉も聞こえてしまう。サイレント、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョンやってみました。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっています。そして後半のかっこいいバージョンは、そう、もうちょっとロングバージョンでやるんですけど、それでも主に2番をカットしてます。なんですけど、コード進行は1番と全く同じですので、2番の歌詞を書き足して、オリジナルの楽譜作ってください。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズと一緒にゆっくり YouTube でセッションできた方、次のステップはやっぱりご自身だけで歌ってみるのがいいと思います。その時にもですね、やっぱり書き出して、自分でノートに書いて、そうやって自分のものにしていくのがいいんですけど、その時の参考になるように、ガズのノートを見せたいと思います。見せたいというか、ここで画面にいつもね、こうやってシェアしてるんですよね。はい。で、今ね、このノート、皆さんゲットできます。これです。はい。ガズクラブというサービス始まってます。このガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、
今日のサイレントを含むガズが今まで取りためてきた膨大な数のノート楽譜のストックの中からもう1000曲ぐらいありますね、毎月5曲皆さんのお手元にダウンロードしていただき、どんどんレッスンできちゃうよということでございまして、今日のセカワの曲も強化したがさて、もう近日中に、ダウンロードできるようになります、そしてね、このガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にもいろんなコンテンツ山盛りなんです。クラブ活動、大人のクラブ活動、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信イベント、これガズオンと呼んでますけど、これはまあ課題曲を決めて、もうある日ある一定の日にバッとオンラインで集まって、世界中から参加があるんですよ。外国からもすごく参加があります。そこで1曲をみんなでグラッとオンラインで歌う、気持ちがいいですよ。ぜひ皆さんこれも体験してほしいし、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時に朝ガズがラジオ配信してます。このラジオ配信がすごい濃厚なんですよ。あとは皆さんの演奏をアップロードできる場所が3つくらいあったり、その場所ではガズがどんな質問にも答えたりなんかしてる、面白いクラブ活動中でございます。皆さんぜひチェックしておいてください、ガズクラブ。はい、じゃあノート移してまいります。はい、こんな感じ。ですね、これワンブロックこうですから、もうほぼ2個ずつどんどんコードが進んでいく感じですね。はい、で、ここにくるっと囲ってあるやつ。くるっと囲ってあるコードは後半やるかっこいいバージョンで使うコードですから、ここら辺は、かっこいいバージョン解説していきますけど。で、こう伸ばすとか、こういうの書いてあります。今ね、これ言葉を見てもらって、見て。もう言葉もものすごい詰まってるでしょ。まあ言葉のこのタイミングがなかなかこの曲深いんで、まあ、ひとまずこう映していきます。一時停止でメモってください。そして動画のテロップを一時停止してもらっても、いいと思います。ここくるっと囲ってるコードはだいぶ変わってますね、かっこいいバージョン。はい、それであとこのガズクラブでゲットしていただくのもすごくいいと思います。ぜひご活用ください。はい、さーっと映していきますね、こんな感じで。ここ最後もう一回サビに戻るということでございます。はい、こんな構成になっております。はい、じゃあ出てくるコード解説なんですけど、今日ちょっと場所がなくなっちゃったんですけど、この赤く囲ってるやつは後半やってるかっこいいバージョン。これね、いっぱいあるように思うけどね、ここでちょっと出てくるだけなんですよ。まあいいや、今のシンプル簡単バージョンはこれだけです。これだけだってこれ山盛りですけど、言っていきますよ。C と Am と F と Dm、D7、G7、E7、Em7、C7、A7。つまりこの今映ってるこのコードはね、これのガズレレ必須コードの、ガズレレ必須コード、全員集合でございます。10個のコード。今日はですね、このガズレレ必須コード、ぜひ皆さん、いいお勉強タイムになります。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めようかなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループでございます。入門コードだから押さえるのめっちゃ簡単なんですけど、10個あります。今日それ全員集合、全部勢ぞろい。うわぁ、10個もあるのかと思うでしょ。一個ずつ見たら簡単なのよ、なんか見えるけど。だけど、いっぺんに覚えようと思うと頭ごっちゃごちゃになるんで。私がめちゃくちゃわかりやすくね、面白く覚えられる動画、ここにシェアしておきます。この動画必見ですから、コードはこれで覚えちゃいましょう。はい。では、ここからかっこいいバージョンの解説にもりもり入っていこうと思いますが、このタイミングでいつも言って、いやなね、やっぱり歌なんですよ。この曲はね、本当に歌がですね、難しいというか、このタイミング、メロディーラインもすごいし、言葉の入るタイミングがですね、もう絶妙なところついてくる。まあこれがもうセカオワの世界観。じっくり四つ引きで言葉のメロディーとタイミングを測ってから、歌中心ですからね。そっからこのかっこいいバージョンに入っていくことにしてください。そしたらここからかっこいいバージョンの解説、もりもり入っていきます。かっこいいバージョン、コード追加。どんどんいきます。じゃあテロップ、ここに、ダイアグラムを書いておきます。まずね、Gm7 というコード。はい。押さえましょう。ここと、ここの3箇所。なんで、こういうふうに、このぐらい反らせちゃって、ちょいと足す。こんな感じかな。はい、で、これ、こう、反らないっていう方はね、たまにいるんですけど、そういう方はこうやって押さえたりとか、ちょっと工夫してみて、とにかく押さえる場所、ここと、ここでございます。はい。では、C のオーギュメントというコードをいきます。C のこ、え、お、え、AUG とか言ってオーギュメントと言います。C を押さえといて、ここ1個だけです。ここ1個。はい。これだけ聞くとちょっと気持ち悪いけど、これどこで出てくるかというと、やっと歌詞の中で出てくる、まるでミルクをこぼしたようなというところで出てきます。まるでミルクをこぼした、ここのところ Am から C オーギュメントを C からで、これはね結構こうだんだん下っていくパターン、王道パターンのコードですね。この C オーギュメントを押さえておいてください。はい、じゃあ次これ、はい、 C メジャーセブン、メジャーです。大文字の M はメジャーです。これは簡単です。ここ1個だけ、これはサビでね出てくるんですよ。ここだけです。はい、はい、次、はい、G7 サスポー。この G7 サスポーっていうのは、G7 をまず作っといて、入門コードを三角形作る。小指見て、はい、ここを足したら G7 サスポー。離したら G7。G7 サスポーから G7。こんな感じで使っていきます。はい、次のコードは、ほんの一瞬しか出てこないんですけど、ちょっと一応説明させてください。G というコードです。G を押さえる場所は、ここと、ここと、
高校の3箇所、こんな風に押さえるのが一応おすすめしてますけど、はい、人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦、こんな感じで押さえるといいかなと思うんですけど、まあもちろんこれでもいいんですよ。人差し指でここ3つ押さえておいて、ちょい、はい、これでも G、 そしてその次 G 星というコードなんですけど、これはね、要はね、場所だけ言うとこことここだけ、1弦は押さえない。この星っていうのはね、コードネームがなんかよくわかるんですけど、ガズがこう、簡単に弾けてこの響きがいいなということで、まあまあよく使ってるんで、これ星はガズレレだけで通用するコードですからね。こんな感じでこれ行こうと思うんですけど、これどうやって使うかっていうとですね、後半のかっこいいバージョンでは、さっきちょっとシンプル簡単バージョンでは省略したパートがあるんですよ。そこの一番最後の決めみたいなところでちょっとフレーズとして使うんですけど、ちょっとそこやってみようかな。せーの。洗濯の雪が降る、降るなら積もってね、汚くなるだけだから、そんなことを思った私はどんな顔してた。今のところで出てきます。すごく不思議な感じなんですよ、ここ。ここも原曲でもここがすごくふわーっとした不思議なところで、G から G 星、Gマイナー7から G7。こんな風にちょっとアレンジしてみました。なんで、ここで出てくるだけなんですよね。G と、1弦離すだけ、これね。G と G 星。はい。これちょっと一瞬ですけど、入れていきます。そして、この曲の全体のリズムなんですけど、今日はこの2つのリズム、ドン。ガズペジオと16ビートのチャですね。これすごいシンプルです。ガズペジオはまず前半のところではもうほぼガズペジオで、ちょっとピアノっぽいイメージがやっぱりあると思うんです。こんな感じです。くの雪が降る、タントンタントン。まさにこう、つまびく感じですね。つまびく感じ。そして、サビでは16ビートのチャになって、ドーンとちょっと盛り上がる。スケールが大きい、ゆったりした感じです。クリスマスなんてなければ、いつもだ。こんな感じですね。ちょっと大きい16ビートのチャツ。はい、この2つの弾き方の解説。ここにリンクがあります。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚なんですけど、その中からそれぞれの、ガズペジオと16ビートチャの濃厚解説動画がアップロードされてますんで、ちょっとそこでお勉強してみてください。ガズペジオはね、比較的すぐできると思うんですけど、やっぱりね、リズムキープを淡々として今日みたいな歌を一生歌うときに、ね、やっぱちょっと慣れが必要だと思います。16ビートのチャはちょっと難しいリズムで、その動画内の解説でも言ってますけど、8ビートという基本ができている上で、どんどんこうやってくるリズムなんですけど、しかもこのバラードっぽいゆったりした感じの方がなかなかこれは難しいんですけど、この曲のイメージみたいにこうどっしりゆったりしたイメージで弾けるように、やってみるのがいいんじゃないかなと思います。じっくり取り組んでいってください。リズムがね、肝心ですからね。そして後半のかっこいいバージョンでは、さっきコードの解説した時 G とか G 星で解説したところのブロックが追加されます。あそこはまあブリッジパートナーみたいなイメージなんですけど、あそこは伸ばしてね、ゆったりやるイメージ。はい。で、結構曲の全体としては、リズムとしてはシンプルなんですけど、さっきと大きく違うのは、コードがね、結構ガラッと変わっているところが多いので、その辺要注目ということと、何遍も言いますけど、やっぱその歌のメロディーとタイミングめちゃくちゃ深いんで、そこをじっくりやっぱりこう、それがこう、カッと合わさった時に、すごくこう、世界観がパッと広がるかなということで、これはですね、パッとすぐにはできないと思いますよ。相当引き込んで、歌も聞き込んで、タイミング合わせていく。しかもこれクリスマスソングですから、また1ヶ月ぐらいね、冬のクリスマス期間、めちゃくちゃ練習していきます。それではやってみましょう。世界の終わりのサイレントガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3。純白の雪が降る街から音が全て奪われていた。こんなに静かだと閉じ込めた見上げて一人つぶやいた。
言葉だけ。だけどここはLoveの音だけは、こんな雪も奪えない。クリスマスなんてなければ、いつも通りの何にも変わらない。サイレントガズレレ流かっこいいバージョンやっていました。あのスケールの大きさ、あの世界の終わりのあの世界観、プロモーションビデオも見ていただくと分かるんですけど、やっぱあの世界観をこう思い描きながらね、演奏してみるのがいいんじゃないかなと思います。もちろんさっきも言ったけど、歌のね、メロディーとタイミング、ここは相当なものですけれども、やっぱりこう何回も聞き込んで自分のものにして気持ちよく歌えるように練習しましょう。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、十分味わっていただいていると思うんですけど、今度周りの方にもぜひこの楽しさ、シェアしてあげてください。その時に今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひね、ご活用ください。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。アプリもあるんですよ、ガズレレってアプリ。このアプリを見るとですね、曲もいっぱいあるし、あとメトロノーム機能とかいろんなね、付加価値もどんどんこれからも追加されていくんで、アプリも、この辺のことすべてガズレレのホームページのね、トップページから探せるようになってるんでお願いします。あとグッズもいろいろあります。いつもガズが使ってるこの、ストラップ。このストラップもいろいろカラーバリエーションもいろいろあってね、こういろんな色のバリエーションもあるし、あとこの水引きの、これがね、ガズレレではね、おなじみなんですけど、これガズの両親が手作りしてるやつなんでね、これ一個ずつ違うんですよ。こういうのもホームページにあったりします。あとは、これですよ、これ。じゃーん。はい、リットミュージック社から出てるこの3冊の本。これはですね、もう、こっちは、この赤と黄色100曲、それぞれ100曲入り。こっちは初心者さんに向けた簡単バージョンなんですけど、これがですね、もう超わかりやすくて、もう大ヒット中です。この3つで、そろそろ10万部に到達という、本当に大ヒットになってるんですけど、やっぱりこれわかりやすいからだと思うんですよね。ぜひ皆さん、これ、大手書店さん、楽器店さんなどに、置いてあると思いますので、ぜひチェックしておいてください。そして、ガズレレではですね、もうまだまだこれからもね、面白いこといっぱいやっていく予定ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。いや、音楽聴くよりやる方が楽しい。皆さんどんどん音楽始めていきましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレ YouTube でした。さよなら、バイバイ。